それではドラゴンクエスト5実況を始めていきたいと思います。はい、実況は私チャリとソライユでやっていきます。じゃあ何回目だ？31回目かな。知らない。あ、確か30回目は撮ったはずだよ。ね、まあ30回目で前回幼青年期後半になったんで、まあどうでもいいことだけどね、動画のサムネ変えるかなと思います。そっか。うん、ちょうど後半だからね、分かりやすいようにしたいからね。うんうん、まあそんなこんなでこのエルヘブンでなんかしなきゃいけないとのことなんですが、どこに行かなきゃいけないのやらということで、まずは探索いたします。おそらくこういうのって大抵ね、一番上とかだから上の方行けばいいんだろうけど。おお、ありがとう。なんだパンポンってパンポン。あ、家の呼び鈴とかじゃないので違うね。うん、普通そういうのならんからね。あ、マーサパパス。うん、こっちは、あ、そっか、マーサ。思い出した、ここにね、マーサの、ここがマーサの故郷だったんだよな。そういうことか。じゃあなんかやっぱり用事あるね。どこ行ったんだっけこれ、俺どこ行ったんだっけこれ、なんかぐるって回ってる感があるよ。おなんだ、裏道かな。おお、だから魔法の絨毯を手に入れた。なんだ、しかも特殊なアイテムを手に入れた。 BGM になってるし、さあ魔法の絨毯を手に入れたわけですが、なんだ効果は。やったね、空が飛べるよ。ほんとだ、低いところを飛んでいける。あ、じゃあこれかな、多分これのことだな。うん、とりあえず目的の一つは果たしたということになるかな。じゃあ今度は、うん、あ、ここ、いやこれ分かりづらいよ。え、ちょっと何が、何この次から次へと。そうだね、大事なものがねどんどん発見されるね。魔法の鍵ってことは今まで開けなかった鍵が開けれるようになるってわけだね。うん、この家には入ったんだっけ。入ってない。あれ、あ、おうおう、どうもどうも、もう、もういた、もういたよ、もう、もらもう取っちゃった。もうこれ結構迷うな、本当に一周二周して。あれ、お、なんかそれっぽいところが一番上かな。ここは長老たちの部屋ってことは、行きましょう行きましょう行きましょう速攻行きましょう。イエーイイエーイ。I can fly できません、はいやめましょうまずできないけどね4人いんのか。こんにちは。ちわーす、三河屋です。え太古の昔、神はこの世界を三つに分けた、はい、天空、暗黒。うん、ということはリュカたちはその暗黒世界を作らされていたのか、10年前が。へえ。こっちは感じる。ほう。うん。力くださいよ。いや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 。うんうん。うん。次第に失われる。この人たちだけではどうしようも。あそこか。お、思い出した？北の水路ってあそこじゃん。ああ、はいはいはい。洞窟の、あの、うんうんうん、洞窟じゃなくて。そういえば、前回行ったよね。あそこだよね。開かないって。そう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 。それで結局ここに来たっていうわけね。うん、そんでもって、なぜマサをさらったかっていう目的っていうのかな？それも分かったわけだし。うん。暗黒を開かせるため、の力をマーサが持っていてもなんかすごいな、逆に。
さあ、ということでここに来たわけですが、何かいるかな。何もない。なーい。あ、でも人はいる。ここはマーサの、おお。おお。なんということだ。本。お。刺繍。天の刺繍編を手に入れた。詩編集か。待って待って、ちょちょちょ、詩編集使う。あ、名産品だ。ほんとだ。しかも気難しいとか言ってたから読めないんだ。これがその絵なのかな。スライムとかいるじゃん、ほら、うん、スラリンいるじゃん。スラリンの先祖様やん。スライムしかわかんない。なんかこれドラゴンっぽいじゃん、真ん中のやつだね、うん、でもなんだろう。天使。ああー、そっかそっか、うん、あ、それ羽か。天空人じゃね、これ。羽か。うん、天空人だよ多分。あれ、右のやつは天空人だわ。天空人じゃなくて。あ、人っていうんだ。 どっちでもいいや。そこは分からなかったけどね。まあこれで大体は、とりあえずここは OK とか、これで OK かな。絨毯手に入ったから、あれじゃない、行けないところも行けばいいわけ。ちょっとはまあ行 行けるようになったんじゃないかな。うん、まあ魔法の鍵もしっかり、うん、だの。結局ね、何にもなかったのでテルパドルに行けました。まあその理由はお分かりの通り、ズバリ天空装備だね、兜だね。うん、まあ以前来たわけなんだけど、その時はまだ子供がいなかったということもあって、うん、かぶれなかったんで、今度は大丈夫だと思うんで、はい、これでどうなったのか。お、はい、息子です。はい、早いだろ。そうですか。何を、おうほうほう。ああ、この本当に早いんだよな、このアイシス様って。さあ行きましょう。今日はちゃんとついていけるんだね。お、成長したね、ルカも。そこがだけってなりそうだけど、本当アイス様ってさ、足早いよね。早いね。馬車ごとちゃんとついていけるってのもな、なんかシュールだな。パトリシアがね、優秀すぎるんだよ。あ、もう馬車いなくなっちゃった。しかし、早い早い早い。折り方がカクカクって折り方。画面切り替わりが早い。さあ、下に降りました。よし、じゃあこっから読んでみて。はい、あ、読むの。はい。ここに祀られているのが、我が国に代々伝わる天空の兜です。伝説の勇者であれば被ることができるはずです。さあ、チャリ、この兜を被ってみてください。いいなあ、わしにもくれよ。ソライは被れないんだよ。お兄ちゃんちょうだいよ。どっちがお兄ちゃんなんだろうね。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃんなんだろうね。被ってみた。大きすぎてブカブカだった。しかし天空の兜がだんだんと小さくなっていく。頭がびっくり。いいね、やったね。すごい、いいな。ああ、なんということでしょう。とうとう伝説の勇者が私たちの前に現れたのですね。チャリ様、世界を覆う闇を必ず拭い去ってください。さあ、もう戻ることにいたしましょう。民にもこのことを早く知らせなくてはなりません。よかったじゃん、うん、ちょうだいよ、なんか。そうだな、なんかないのか。杖ぐらいは、なんか。魔法の杖とかならいいんじゃないか。どんどん強くなるな、男の子の方は。じゃあその杖でお兄ちゃんの背中をバシバシ叩くか。やだ。痛え。あ、じゃ肩、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 肩叩きか。肩。こんなちっちゃいのもう肩叩きされる年頃になっちゃうのか。
あー肩こりだって言うのかこのちっちゃい男の子が。パパよりも若いのに。それお父さんにやってあげよう。身長届くかな。そういう問題？しゃがめばいいじゃん。リュカがしゃがめばいいじゃん。しゃがむなり座れなり。椅子か台かなんか。すればいいやん。ああ受けた。まあ絨毯手に入れたわけだから使う？よっしゃー飛んだー。低空飛行。うん。おいいやもういらない。なんか見えた。これ？なんだあれ。あ。なんか。ちょここでは降りれないのね。すごい目立ってるよ。ここでは降りれないばっかり出てくるからどこに行けばいいのやら。こうしてあこ。なんかここ船じゃ来れなくね？そうだね。こうやって回る限りここも。じゃあここなのか。ここもあれだろ？船で降りれないだろ？船で回るとしたらこうやってぐるーって行って、こうやって。行って、あれダメだね。そうだね、ここだね、じゃあ。おっといきなりか。って言いたいとこだけど、私は何かを忘れてる気がします。え？それはですね、ここです、あ、ここです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 。朝になっちゃったよ。夜じゃなきゃ意味ないのに。さあ、ここで、メサヒンを置いたいんだよ。起きたいんだよ。夜じゃないとそういうことできないからさ。できないね。さ、たまにはね。置く。さあ。なんか、どういうふうに置いていくのかな。なんか、ワクワクしないで。ワクワクされても。さあ、センスが試されるぞ。なあ。地図とのコンパス。そして、置く。俺は何を置けばいいんだろう。まずはコンパスを見て。刺繍を見て。刺繍を見て。いきなり5からね。そして、魔法の種を置くわけありません。にあ、オリゴール。いいね。おお、いいね。ちゃんと見れるんだ。こうやって。見る。ちゃんと覗ける。おお。本物の姿をちゃんと覗けるんだ。これも、こうやって、見る。おお。おお。中身までは見れないね。うん。オルゴール見たい。見てるか。いいじゃん。しかも回る。回る。いいね。いいね。もっとなんかこういうのないかな。あとは。そうだ。砂漠のバラで入れ替えてくれる人いるんだった。いるね。山奥行くか。この人が確か。よし。ありがとう。人の花。これも名産物なんで飾れますね。ですね。よし。まあ、飾りに行きたいとこだけど、ちょっとダンカンさんにご挨拶しに行くかな。起きてるか。そういえばそうだな。あ、しかもなんか井戸の方行っちゃったし、昼ならさすがに起きてるでしょう。そりゃさすがにね、うん。お、なんだい？こっくり。いや。おー、リュカじゃないか。何年も顔見せずに一体どうしていたんだね。本当のことは話せないよ。あ、話しちゃったか。あれって。なんてこった。あー、しかしビアノッカーのことは何でもいい。もちろん。もしや？そう。ドヒャー！ドヒャー！イエーイ。うんうん。そっくりで。本当に？似てるんだ。ダンカン似てる部分あるのか。8年。そっか、そんなに経ったんだ。ってことは、この子たちは今8歳か。うん。うんうん。うん、そうなんだ。8歳でこんなに流暢に喋るのか。修行。そういえば宿屋だったもんね、もともとは。宿屋の先生でもやってるんか。あ、なんと、おえ
あれ？なんかいる。なんだあいつは。びっくりしたわ、いきなり映るんだもん。いやごめん、猫の方ばっかり見てた。カンダタみたいなやつだな。なんだろうね。いやいやいや、カンダタくん。なんだね、君は。しまった、見つかったか。あらま。あらま。戦闘古文かい。まさかの古文と対戦。うわー、大丈夫かな。お、バイキルトがあるじゃないですか、ソラヤさん。やったね。力上げれるよ。あ、寝ちゃった。おやすみなさい。チャリー以外寝てしまいました。おやすみ。起きたよ。おはよう。頭打たれておはよう。痛いよ。寝てるバイキルト。おお。でも体力が90になってしまった。これは回復せねば。よし、さてと、バイキルト今度は山頂。うん、サポート向いてるね。誰も寝ない、いいね。よし、これで倒せるだろう。おお、いいね。16でとどめ。さあこれで宝箱持ってたのか。くそー、持ちやがれ。さらばだ。あっ、何してんの。いや、何の意味もないよね。いや、あの、話すとこだと思ったの。俺なんで呪文になってたんだろうね。なんだ、今回はコマンドの調子悪いのか。コマンドさん調子悪いようです。よし、おお、ビスティを手に入れた。ってことは、ソライユ装備できる。できる。やったね。防御がこれで高くなった。ってことは、銀の胸当てをまた誰かに渡せるってわけか。お、山頂、これで防御がやっとまともになるじゃないか。うん。じゃあ、ということは、次回はあれかな、天空の塔行けばいいのかなみたいな感じなところ。なんか、いかにも高いタワー、うん、いかにも、うん。なんかいかにも天空の塔っぽい感じだけど、だね、あれかなーって感じ。なんかちょっとあの4人の老人からも天空の塔みたいな話もちらっと出てきた気がするし、うん、多分おそらくあそこ行けばいいのかなと思うので行きたいなと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。はい。